はい、今日の教えて渡辺さんは、冷戦進化で分断する世界と共通の動きについてお話をさせていただきたいと思います。先週末、都知事選が終わりました。都知事選の結果は皆さんご存知の通りです。この際、蓮舫陣営は共産党と組むという形で共産と立憲という右派連合を組み立て、そして選挙を戦いました。しかし、その結果としては共産党に対するアレルギーが強く出ることによって、蓮舫陣営は3位に終わる結果になりました。これと同じような情勢が世界中で現在起きています。グローバリズムが終焉し、そしてアンチグローバリズムの動きが強くなっていく中で、ナショナリズムの勃興が起きている。移民に対するアレルギー、そして経済的な貧困などによって移民排斥の動きが強まっている。不法移民が国内に入ってくることによって自分たちの仕事を奪ってしまう。これに対して強いアレルギーなども出ているわけです。意識の高い系と言われる人たちは移民に対して寛容で、結果的に国内の治安が一気に悪化している状況にあります。移民が全て健全な人たちだけであればいいわけですが、基本的に貧困層、貧しい人たちなどが国内に入ってきて、そして環境を破壊してしまう。これが世界中で起きている。だから移民を追い出そうという動きが強まる。これがナショナリズムの動きです。その一方で、既存の権力、既存の動きを維持しようとする左派の人たち、左派の人たちは左派の人たちで、グリーンやそして環境という利権をベースに、それを資金源としてご飯を食べている。これはアメリカで起きている現象も同じです。アメリカの民主党の一番の利権はグリーン利権であり、共和党の利権は石油や化石燃料、グリーン、太陽光パネル、EV などを資金源として稼いでいる人たちがいる。これはヨーロッパも同じで、ヨーロッパの緑の党などがその典型となります。右が強くなった分、左が強くなり、左が弱体化した左はより先鋭化し、連合体を組んでいく。これが起きたのがフランスの総選挙であったと言えます。フランスの総選挙ですが、第1回投票で過半数または有効得票数の1/4、この2つを取らなければ当選になりません。この場合、第2回投票に進み、第2回投票は1/8以上の有効投票数を取った人たちだけで戦い、そして1位になった者が勝利する。この構図の中で、第1回投票では国民連合という右派グループが圧倒的優位に立ちました。このままでは過半数を国民連合が得るのではないかという状況だったわけですが、ここでマクロンは自らの中道と、そして極左、環境テロリスト、社会党などを含んだ連合体と手を組んで選挙区調整を行いました。日本で言えば、連合赤軍や過激派、中核派、革丸派などが一つになったというのが、この連合体、左派連合ということになります。これと中道が手を組むことによって、選挙区調整でフランスの第一党は極左連合が勝利することになってしまいました。この場合、議会の議長を極左連合、第一党である極左連合が牛耳ることとなり、フランスの政治は一気に左に傾くことになります。ただでさえデモが多く、そして組合が強いフランス、これがさらに左に寄っていく。そしてイギリスにおいても、今回リベラル色を消した労働党が勝利した。この労働党の勝利ですが、決して労働党の政策をみんなが選んだわけではなく、保守党に対するアンチ票が労働党に集まった形。ヨーロッパにおけるイギリス、フランスという2国が一気に左に傾いているというのが現状ということになります。ではアメリカはということになりますが、アメリカもバイデン陣営、今回、前回のテレビ討論会で
バイデンの健康問題が発生し、そして民主党内も2つに分かれています。バイデンが属する中道派、そして副大統領であるカマラ・ハリスが属する極左のグループ、この極左のグループと中道が組んだことによってアメリカ民主党は選挙に勝てた。この2つが現在アメリカは分断されようとしているという状況にある。世界中が政治的に不安定化していく中で、右が強くなった分左も強くなり、この対立がどんどん激しくなっているのが現在の世界で、選挙のたびに振り子のように揺れながら国際政治は不安定化していく可能性が高い状況にあります。今日の教えて渡辺さんは、分断する世界と冷戦の進化についてお話しさせていただきました。